はい。カバーチェコロカッパ委員長です。じゃあね、今度はこの動画では、えっ、ー、と、このミャンマー代表サッカー選手が、この難民認定申請認められたっていうお話あったじゃないですか。これがもうなんか海外でも話題になってたんで、えー、ちょっと見ていきましょうかね。 なんかねさすが思いやりの国、日本みたいな,、えーまあ、な海外からはこの、ね、一連の流れ難民申請がに、えー、なんだ認定申請が認められたことを、まあ、あの肯定的に、ねまあ、受け止められている歓迎されているんですけどちょっと我々日本国民としては微妙ですよね僕は個人的に反対なんですけども、えー、ミャンマー代表サッカー選手難民認定申請認められたんですよね。うん えーとこの3本指でね、このなんだろう、軍事政権に、えー、なんか、反対の意を、そういう意思表示をした人ですよね、えー、母国への帰国を拒否し、ね、難民認定を申請していたミャンマー代表サッカー選手について、えー、出入国管理庁は難民と認める決定をしたことが関係者への取材で分かりましたと、ゴールキーパーやあるんですよね、J3 でしたっけ。 で5月日本で開かれたサッカーワールドカップ予選のため来日していたミャンマー代表ピエ・リアン・アウン選手は日本で行われた試合で軍への抵抗を表す姿勢を見せて で、えー、軍からの報復を恐れ帰国を拒否し日本で難民認定を申請していたんですね、えー、関係者によればこのピエ・リアン・アウン選手について入管庁は迫害の恐れがあるとして難民と認める決定をしたことが分かりましたあ入管庁はピエ・リアン・アウン選手に対し来週にも難民認定証明書を交付,交付するとみられますっていうんですけど どう思いますかこれね、うん。まあ、とりあえずその前に、えー、海外の人たちの反応はこんな感じ。えー、おめでとう、さあ、祝賀会をやろうとか、ちょっと国籍わかんないんですけど、えー、認められてよかったね、えー。ウェルカムな日本側の対応もまた素敵だ。えー、これから最高の人生を送るためベストを尽くしてください、えー。次の人、かなり優れたサッカー選手に違いない。日本に貢献するかもね。そりゃないでしょう。 でえー、彼にとってラッキーだった、まあ。無法で殺人的な軍事政権の手により、えー、命を奪われてしまう危険性があったんだから、そんな彼に手を差し伸べてくれた日本政府はあっぱれだよ。えー、できればサッカーも続けてほしいな。4年後には日本代表の資格も持ってるだろうし、とか。えー、超絶的に稀なケースだね。いずれにしてもいいニュース。うん、いいニュースね。 これはグッジョブ。彼は何も間違ってないし正当な移民だよ。他の適当な理由をつけて日本に侵入しようとする輩たちとは違う。今後、あなたが幸せな人生を送ることができますように。違うとね断言してますけどね、この人はね。 で次の人が日本に難民申請している無数のミャンマー人がいる、えー。彼らもこの選手と同じように軍事政権を恐れている。日本だったらそんな彼らのことも当然受け入れてくれるよね。すごいね。うん、絶対認めたらダメですね。で国際的,、うん、国政的な舞台でやってのけたから勝ち取れたようなもんだな。自民党ってのはとにかく対面を気にするじいさんで溢れてる。自民党だけじゃないですけどもね。 で次の人が、ベラルーシの女の子の件も同様だよね。同様じゃないですよね。えー、自分は騙されないって言ってますかね。んどういうこと騙されないって。えー、まあ、受け入れられるのはこの人だけだろうな。この人だけで終わりにしないとダメですね。えー、名古屋には近づかない方がいいよ。ああ、例のあの女性か。 あの人はあの人でね、なんかあれですよね、なんかこのビデオ映像がなんか公開して、妹さんでしたっけなんかこう、あの途中まで見たみたいな、そういう話があったと思うんですけどもね、あのスリランカの人の話うん。あれ確か名古屋、場所名古屋でしたよね。うん。なんだろうな、確か J リーグ3部でしたっけ一応プロ選手として受け入れるチームがあるみたいですし、 で、まあなんかコメントにね、えー、これでなんかこう、一般の他のミャンマーの人たちも、ね、どんどんこう、難民申請して、ね、認めてもらえら、もらえるよね、みたいな。なんかそんなこと言ってる人いましたけど、ちょっとこれは冗談じゃないですよね。うん。だって帰るのが怖いっていう一般ミャンマー人とね、軍を煽った代表選手じゃ、ね、危険度が全然違いますからね。うん。 まあだからミャンマーと日本の関係をね、えー、まあ、後先考えた、まあ将来を考えたけれど、まあもう復縁は無理と判断した、ああそういうことじゃないですかね、うん。でもね、この人はこの人でね、自分で煽ったんだからさ、自業自得とも言えるんだじゃないんですか、うん だから、我々一般の日本国民としてはね、これ他の一般のミャンマーの人たちが、ね、これを様子を当然見てるはずで、ね、次々わざと軍を煽って難民申請してくる、ね、そういうことする人絶対出てくると思うんですよね。うん。まあ、でも、どうだっけ。ね、わざわざ煽んなくてもミャンマー人のに難民受け付っけてやってたんでしたっけだからこの選手も一般人と同様に難民申請に通っただけ、えー、どうもそうらしいんですけども。 だからまあサッカー選手だから特別とか目立ったからとか特別とかそういうわけではどうもないらしいんですよね。うん、どこまで本当かちょっと分かんないですよ。うん 確かね、あのつい、えー、この間まで、今もそうかな、ちょっとまあ変わっちゃったかもしれないですけど、日本にとってミャンマーのこの軍事政権って、特別仲が悪かったわけじゃないですよね。ただ、今回の決断はそれをね蹴ってでもこの選手1人受け入れたってことでしょ、うん、でその途端になんかこうねそうしたらなんかこの海外の人たちがなんか悪態ついてきたりするわけでしょ、受け入れた意味がないじゃないですか、だから、うん、やっぱり受け入れない方がいいと思うんですよね。うん なんつーか、日本はやっぱりほら、島国じゃないですか。そもそも移民難民、必要ないはずなんですよね。てか、受け入れるべきじゃないですよ。どう考えたって。細かい理由はね、いろいろあるのはわかりますよ。ね、他の労働人口的な話とかね。うん。でもね、あの、欧州、ね、あの、例えばイ,イタリアとかさ、ね、ギリシャなんかが、ね、入り口となって、ね、難民がね、えー、こう押し寄せてきたら入っていってるわけでしょ。うん。現状どうなりましたっけ えー、欧州各国はさ、うんまあ、なんかこう、文句ばっかり言うんだったら、これね、こう,このこういう、なんていうのかな、あーなんかこの話題にね、このああでもない、こうでもない、なん癖つけてくるのって、アメリカとイギリスがすげえ多いんですよ、うん、この移民、難民の件でね。 うん、もうその2カ国にね、うん、なんかこう、受け入れるようにさせるべきなんじゃないんですか、うん、そういうんだったら。ねこんだけね、ここまでなんかこう、ケチつけられるんだったら、受け入れる必要なかっただろうって、余計思いますけどもね。うん。文句言ってるアメリカやイギリスが受け入れるようにするべきなんじゃないですかね。うん。 これだからね、海外の人たちって、なんかもう、なんだろうな、全部一食た一括りにするのは違うのは分かってますけど、なんかね、嫌悪感がね、まず先に来るのは、こういうとこなんだよな。うん 要するに、ね、僕個人的にですけどね、ねこの結論として、一番もう分かりやすいシンプルな方法ですよ、やっぱり。ね誰一人受け入れない方がいいってことでしょ、うんね、受け入れても文句言われ。ね,ね,ね受け入れなくても文句言われ。ね、何をどうねどっちに、ねどっちにね決断したってね世界から文句言われるんだからさ。ねこういうねなんか、うんまあ、同情っていうのかな。ねで受け入れてもねもう無駄なんですよ。無理なんですよ。ねうん な結局なんかこうね、えー、メンツとかねた、なんかこう、取り繕ったみたいなこと言われるのがさ、オチなんだからさ、うん。そう、だから一律一切誰一人受け入れません。この方が通りがね、えー、いいし楽だし、まあ楽だしって言ったらちょっと違うんですけども、うん。だからまあ次第にね、知れ渡ればね、えー、要は有償無償がね、えー、来なくなるし、いいことずくめじゃないですか、どう考えたって。うん。 有造無造か,、ねなんかほらねあの。どこの国の誰ってあえて言いませんけどもねもうすでにだいぶ入り込まれちゃってめちゃめちゃにされてるじゃないですか、うん、これ以上なんかよくわかんないの次から次へと増やしたくないわけですよ、うん、まあなんだろう,うんまあ一応この、ね、サッカー選手に関して言うと不法滞在からの難民申請とかじゃないから まあレベルが違うって言えばレベルが違うんでしょうけど。まあ実際ね、今のところちゃんと仕事も持ってるけど、でも月10万ぐらいでしょで、バイトもしなきゃいけないでしょまあだから生活保護レベルっていう話はしましたけどもね。うん。なんかな、このね、自分で妙な政治アピールして、妙なって言ったらちょっと失礼かもしれないですけど、わざわざ危険な状況に陥ったのにね、自分の意思で。だってそうなること分かってたわけでしょうん。 絶対オリンピック利用しようと計画的にやってますよね。まあ、この人に限らずですけども。だから本当にね、なんだろうな、こういう人たちって、ね、簡単にこの祖国、母国を捨てる感覚って、我々だから少なくとも僕にはね、理解できないんでね。うん。だからそういう人たちの、ね、このせ、なんていうのかな、世話するっつったら、ちょっとね、なんかこう、言い過ぎかもしれないですけども。ね、でも結局、面倒を見るってことになるわけでしょ。うん。 単純に嫌に嫌なりますけどもね、うん。だからもうこういう人たちの、ね、せいでって言ったらちょっとおかしいんですけどもでも実際このどんどん印象悪くなりますよね、えー、日本国民以外の外国人に対して、うん、だからさ例えばさ一時的避難は OK とかにしたらいいんじゃないの難民申請受け入れ OK でもねじゃあ正常が安定したらね。例えばじゃあ彼の場合だったらミャンマーに帰国すること そういう風にしないとさ、もうどん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 増えていく一方じゃん。ね次から次へと外国人を受け入れなきゃいけないことにな、させられちゃいそうでしょうん。いや、たまったもんじゃないですよね。だから日本はこの移民難民、もっともっと厳しくするべきですよ。うん。じゃあまあ、ギリ、ね、うん、もうしょうがない。受け入れてしまったもん、今更言ってもしょうがないんで。じゃあまあ、彼の難民しん、ね、認定申請はね、認めましたと。うん。でもね、うん。 あの国の人たちとかは、ね、難民でも何でもないのにさ、居座り続けるのはどう考えてもおかしいですよね。うん、特別永住許可。これはもうやっぱりね、あの許可取り消さないと、うん。一般にすべきですよね。あと生活保護。ね、このまあ d a さんのところで生活保護の話もしましたけど、どう考えても、いや、その制度自体はあっていいと思うんですよ。セーフティーネットっていう意味合いもありますからね。うん でもね、明らかにこの制度をさ、悪用してるじゃないですか。だからもう、その、なんだろう、なんだ、運用方法ですよね。システム、だからその制度自体はあっていいと思うんですけど、もう使い方が間違ってるよね。うん。本来だって必要としてる人のところに行ってないんだもん。うん。で、で、なんかこうね、うん、生ぽよろしく、ね、朝からパチンコ屋行ったりするわけでしょ、彼らは。いやもう彼らはね、もうあの国に強制退去にしなきゃダメですよ。 強制退去でいいじゃないですか。強制退去しないとダメですよね。うーん。まあ、だから、あれらを一掃してからだったら、ちょっとまたね、えー、いろいろ状況変わるから、考え方も変わるっていう日本国民も増えてくると思いますけども、まあ、あれらのせいで、ね、まあ、なんかこの日本人以外の外国人への印象が、まあ、悪いですよね。悪くなる一方じゃないですか。うん。とにかく掃除しないとダメですよね。うん。 まあ、しょうがないです。このサッカー選手に関しては。ね。こういうのってさ、絶対再現なくなるから、例外として、ね、認めるんだったら、相当高いハードルをね、課すべきですよね。うん。本当にこの対応しかなかったのかな対応で良かったのかなそうは思えないんだよな。だって実際彼がやったことって、そんなになんか立派なことですか <laughs> ねえだってミャンマーっていう一応国を代表して来てるわけでしょなのにねこの国に帰らずにだってこの親類縁者家族がいるわけじゃないですかを危険にさらしたわけでしょ、うん、でこのなんかとんでもない前例作っちゃった上に受け入れるって。 ちょっとね、日本政府、ね、自民党、違うんじゃないのこういうことなんか繰り返してるからなんか移民党とかさ、言われちゃうんじゃないんですかね。うん。ちょっとね、うん、なんかこう、反日野党界ミ民主なんかはもう論外話にならんと思ってますけれども、ね、この自民党のね、この移民党政権部分っていうのかなここにはね、ちょっとヘドが出ますね。虫図が走ります。これはちょっと納得いかないです、やっぱり。うん。 ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。